スティング。スティング、スティングのリングネームで知られるスティーブ・ボーデン、スタイブ・ボーデン、1959年3月20日帯はアメリカ合衆国の元プロレスラー。ネブラスカ州オマハ出身。1990年代の WCW を代表するスーパースターである。顔中に塗られた派手なペイントが特徴のレスラーとして名を馳せているが、 ごく稀にペイントなしの素顔で登場する場合もある。96年まではカラフルなフェイスペイントに加え、正常期カラーなど派手なコスチュームだったが、それ以降は基本的に白黒と稀に赤色のフェイスペイントコスチュームで登場していた。ロサンゼルス郊外ベニスビーチのゴールドジムに入会した、サイ、インストラクターとして働いていたジムヘルウィックと共に、アワなどで活躍した。 レッドバスチェンにスカウトされる。1985年11月、フリーダムファイターズ、ザ・フリーダムファイターズなるタッグチームとして、自身はフラッシュ、フラッシュ、ヘルウィークはジャスティス、ジャスティスと名乗って、プロレラーデビューを果たし、テネシー州メンフィスの区は、後のアスワにて活動。ジェリー・ローラーオースチン・アイドルが保持していた、アワ・ナンブタック王座にも挑戦した。 1986年3月、ビル・ワットが主催していた、ワフにてチーム名を、ブレード・ランナーズへと変更。リングネームも、スティング、スティングに改名し、同じくロック、ロックと改名した、ヘルウィックとのコンビで、ロード・ウォリアーズのフェイク・ギミックとして活動。ジム・ドゥ・ガンココビー・ウェア、テッド・デビアススティーブ・ウィリアムス、ファビューラス・フリーバーズのテリー・ゴディバディ・ロバーツなどの、 チームと対戦した。しかし、ヘルウィックが離脱したことでチームは解散し、単身でワフに残留。ヒールのポジションで、エディ・ギルバートや、ディック・スタイナーとユニットを組み、ファンタスティックスや、テディ・テイラー&、クリス・アダムスなどのチームを破って、ワフ世界タック王座を再三獲得した。1987年、ワフが、ヌイジム・クロケット・プロモーションズに買収され、 1988年には同団体が WCW に移行したことによりベビーフェイスへと転向。未世界ヘビー級王者のリック・フレアーやグレート・ムッタとの構想で人気を博すようになり、3月27日、WCW が WWF のレッセルマニア4と同日に開催したクラッシュ・オブ・ティー・チャンピオンズにて、 フレアとの異世界ヘビー級王座戦は45分時間切れ引き分けの名勝負となりトップスターの仲間入りを果たす。1989年全日本プロレスへの参戦で初来日を果たす。アメリカでの活躍が知れ渡っており期待され、来日第一戦では田上明から勝利を収めるも6月5日の日本武道館大会にてダニース・スパイビー敗退した。 1990年1月、因縁のあるフレアー率いるトップユニットであったフォー、ホースメント短期間ながら共闘し、マネージャーのゲイリーハート率いる、JTX コーポレーション、テリー・フンク、グレート・ムタ、ドラゴン・マスター、バズ・ソイヤー、ディック・スレーターと構想を展開。7月7日、ザ・グレート・アメリカン・バッシュ1992で、ディック・フレアーに勝利し、うん世界ヘビー級王座をダッシュ。 対漢字には、謎のマスクマンである、ブラックスコーピオンを相手に防衛戦を展開。ブラックスコーピオンの正体は、オレアンダーソンなど、複数のレスラーが入れ替わっているのではないかという疑念が生まれるが、12月16日、WCW における、年間最大のイベントであるストラケイド1992で、ブラックスコーピオンと対戦して勝利した際、マスクを剥ぐとその正体はフレアーであった。 1991年に1月11日、新設された WCW 世界ヘビー級王座と NW 世界ヘビー級王座のダブルタイトルをかけて、フレアーと対戦するが敗戦し、NW 世界ヘビー級王座を手放すとともに、WCW 世界ヘビー級大王者の座に就くことができなかった。また、WCW 世界タック王座を奪取することにも視野に入れるようになり、 レックスルガーと組んで、ドゥーム、ロン・シモンズ&、ブッチ・リードとも構想展開。3月21日、WCW と新日本プロレスにより、東京ドームにて開催された、ストル・ケイド1991イン、東京ドームに来日。因縁のあるグレート、ムッタと対戦するが敗戦した。8月25日、WCWUS ヘビー級王座争奪一。1。 デトトーナメントに出場。アーン・アンダーソン、ダイヤモンド・スタッド、スティーブ・オースチンを倒して、王座を退官した。11月に陥落するまでは、カクタス・ジャック、アブドー・ラ・ザ・ブッチャーなどを相手に防衛した。9月には新日本プロレスに参戦し、武藤ケイジとタックでの共演を果たす。12月29日、ストル・ケイド1991にて、 WWF のロイヤル・ランブルに対抗して、行っていたバトルボールにて優勝を飾った。1992年1月4日、ストル・ケイド1992年、東京ドームにて、武藤ではなく、グレート・ムッタとの共演を果たし、スタイナー・ブラザーズ、リック・スタイナースコット・スタイナーと対戦して、勝利し、月日、WCW 世界ヘビー級王座を保持し、 名優であるルガーに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。5月17日、レッスルフォア1992にて、自らがリーダーとして、スティングス・スクアドロン、バリー・ウィンダム&、ダスティン・ローデスに来たコロフ&、リッキー・スティム・ボートを結成し、ジム・クロケット・プロモーションズの残党であり、WCW の略奪を目論む悪徳マネージャーの、ポール・ヘイマン率いるデンジャラス・アライアンス。 スティーブ・オースチンアン・アンダーソンビューティフル・ボビーラリーズ・ビスコリック・ルードと2面リングに金網で包囲したウォーゲームを行いバックルやロープが飛び散る生産な状況からサイは自身によるボビーのアームバーで勝利し WCW を守り切った7月12日ビッグ・バンベーダーに WCW 世界ヘビー級王座を奪取されると しばらく王座関連から離れることになるが、ストーリーラインにおいて、中心となり、9月からは WWF より、移籍してきたジェイク・ロバーツと交想を開始。10月25日、ハロウィン・ハボック1992にて、スピン・ザ・ウィール・メイク・ザ・ディールマッチを行い勝利した。1993年1月4日、新日本プロレスのファンタスティックストーリーイン、東京ドームに参戦。 長谷博ろと対戦し、飛びつき式 DDT から、スティンガースプラッシュを決めて勝利した。2月になると、WCW 世界ヘビー級王座に照進を絞り、再び王者であるベーダーと交争。3月11日に勝利して2度目となる大観を果たしたものの、17日にベーダーに敗れてしまいわずか6日間の在位取った。5月3日。 新日本プロレスのレスリングドンタクに参戦し、当時アメリカでは無名であったスコット・ノートンと対戦するが、ノーコンテストに終わった。6月には WWF から復帰したフレアーと共闘している。また、フレアーのみならず中堅のデイビーボーイ・スミスや若手のダスティン・ローレスともタッグを組んで教育係として担い、WCW 世界タッグ王者チームのナスティ・ボーイズ。 ブライアンノップスジェリー・サックスとベルトを争った。1994年3月、ドイツで行われたヨーロッパカップに出場して優勝し、4月17日には WCW インターナショナル王座を獲得。11月には短期間ながら、ハルク・ホーガンとのタッグが実現している。1995年1月4日、新日本プロレスの トーツヨシルベ夢バトル7に参戦。アントニオイノキ、引退記念ファイナルカウントダウン格闘技トーナメントに出場し、ザ・モンスターマンの弟子との触れ込みであったの格闘家である、トニー・パルモラと対戦し、2回ダウンするも、スコーピオートデスロックで勝利。決勝にてアントニオイノキと対戦するが1回戦で、負傷し、攻撃するたびにうずくまったチョキに、余裕の勝利を見せるかと思われたが、 チョークスリーパーで敗戦した。2月より、ランディ・サベージとタックを組んで、アバランシュビッグ・ババと構想を展開。6月18日、WCWUS 王座争奪トーナメントに出場し、決勝にて、ミングと対戦して勝利し、優勝。王座を体感した。9月17日、ポール・ブロウル1995にて、ホーガン・ンル・ガーサベージとハルカマニアックスを、 結成して、ケビン・サリーバン率いる、怪奇派、ユニット・ダンジョン・オブ・ドゥーム、カマラ・ミング・ザ・シャーク・ゾディアック等をゲームを行い、反則攻撃や、粉塵攻撃など、ルール無用の戦いを展開でして勝利した。9月23日、新日本プロレスに参戦し、武藤と対戦するが敗戦。11月13日、再び来日し、 両国国技館にて新日本プロレスと WCW 合同で行われたワールドインジャパンに出場。佐々木健介と WCWUS 王座戦を行うが敗戦。ベルトを奪取された。12月27日、ストルケイド1995ではワールドカップオブレスリングと題された WCW と新日本プロレスによるトーナメントが行われ。 一回戦で佐々木と対戦してリベンジした。1996年、ルガーとのタックで本格的にタック戦線に乗り込み、1月22日にハーレムヒート、スティービー・レイブッカーティーから WCW 世界タッグ王座を奪取した。アメリカン・ウェールズ、スコッティリックスバフバグウェルや、ロード・ウォリアーズ、ロード・ウォリアー・ホーク&、ロード・ウォリアー・アニマル、フェイシズ・オブ・フィアー、 ミングバーバリアンなどを相手に防衛を重ね、シングルでは、フレアと WCW 世界ヘビー級王座を争うなど活躍。3月13日には、黒沢と対戦して、胸を貸している。5月27日、WWF より移籍してきたアウトサイダーズ、ケビン・ナッシュスコット・ホールにより WCW の空気は一変。 7月7日のバッシュエイティザビーチ1996にて、ルガーサベージ VS アウトサイダーズで試合が始まるも、試合中に、ホーガンが登場し、アウトサイダーズに加勢して、運王を結成。この運王の悪用により試合は、ことあるごとに潰されるようになり、成立しないようになった。9月、新日本プロレスに参戦、G1 クライマックススペシャルにて行われた。 ジャパン US オールスタートーナメントに出場するが、準決勝で、コシナカシロと対戦して敗戦した。同じ頃、ムオウーに加入していたニセ、スティングや、タックパートナーのルガートの問題に関し、挑発的なマイクパフォーマンスを行う。すると10月、それまでのカラフルなフェイスペイントやコスチューから、一転、アメリカンコミックであるクロウの主人公、 エリック・ドレーベンをモチーフとした白と黒を基調とした、フェイスペイントと白黒のコスチュームでムオーの前に登場した。その後1997年には徐々にムオーと明確に敵対し、ムオーがリングを荒らしていると、天井からロープで降下し、黒いバットや新しく使用し始めた、スコーピオンデスドロップで乱入するスタイルを確立した。当時、ムオーに対抗できるレスラーはほとんど存在せず、 スティングは巨悪に立った一人で立ち向かう、孤高のヒーローとして人気を獲得した。そして年末のストルケイド1997にて、んー王のリーダーホーガンと WCW 世界ヘビー級王座戦が組まれ、スコーピオンネスロックで勝利。4年ぶりに同王座を獲得したが、スペシャルレフェリーのブレッドハートの判定などで疑惑の試合となったため王座を剥奪。 1998年2月22日、スパーアブロウルバイブにて再戦し、サベージが介入して、ホーガンにスプレー缶を殴りつけてそのままフォール。ベルトを奪い返す形になった。ムオーは、徐々に内部分裂が起きるようになり、5月4日には、ホーガン派のウォーハリウッドとナッシュ派のウォーオウルフパックと分裂。スティングは、ムオーハリウッドのメンバーになろうとしていたが、 すぐにシャツを破り捨てて、ウォーウルフパックのトレードマークである黒と赤のシャツを着用し、フェイスペイントもウォーウルフパック仕様の赤と黒の色へと変更。名優であるルガーも引き入れた。17日のスランバー1998では、ザジャイアントと組んで、WCW 世界タック王者チームであるジ、アウトサイダーズに勝利して、ベルトをダッシュ。この試合以降、 タックパートナーをナッシュへと変更し、ホールザ・ジャイアントと WCW 世界タッグ王座をめぐって激闘を繰り広げた。ユニット間においてもウォー、ハリウッドのみならず、チーム WCW も交えた三つどもえでの構想を展開。10月より WCWUS 王座を保持するブレッドハートと構想を展開するが25日の ハロウィン・ハビック1998にて対戦した際に敗れ、負傷をい長気欠場へと追いやられるアングルが組まれた。1999年、ニトロや PPV での出場ができないためにハウスショーを中心として活動。そして4月11日、スプリング・スタンピード1999にて復帰。ダイヤモンド・ダラス・ページ、ホーガン。 フレアと WCW 世界ヘビー級王座争奪4ウェイマッチを行うもダッシュするに至らなかった。5月にはリックスタイナーと WCW 世界 TV 王座をめぐって短期構想。8月には目まぐるしく移動する WCW 世界ヘビー級王座戦線に加わるも粗末な扱いをさせられる結果に終わった。2000年4月、フレアが参謀として 指揮を取るユニットであるミリオネアーズクラブにメンバー入りし、ライバル関係にあったニューブラッドの一員であり、同じくフェイスペイントレスラーであったバンピーロと構想を開始。6月には、グレートムタ、ザデーモン、アイシッピーとダークカーニバルなるユニットを結成して、規模を拡大するバンピーロに対しスティングはあくまでも一人で望み、9月17日のフォールブロール2000では、バンピーロ、グレート、 ムッタとのンウェイマッチと題されながらも一部イエスに、という不利な状況に立ったもののうまく仲間はあれを起こせて、勝利した。2001年3月26日、WCW 最後のニトロにてフレアと対戦して、勝利し、抱擁を交わして、WCW はフィナーレを迎えた。WCW 崩壊後、多くのレスラーが WWE へ行ったがスティングは、 WWEA の遺跡を選ばなかった。2002年10月30日、WCW の残党が多く集まった、ワウ e ワールドレスリングオールスターズに参戦。ネイサン・ジョーンズと組んで、マリースバグウェルと対戦して勝利。12月6日、ワウ e 世界ヘビー級王者決定戦にて、名優のルガーと対戦して勝利し、王者として君臨。 2003年5月25日、海世界ヘビー級王座を保持するジェフ・ジャレットとワウィ、世界ヘビー級もかけたダブルタイトルマッチを行うが敗戦し、王座を陥落。また、このイベントを最後に、ワウィは活動休止となった。6月18日、ジャレットが主催するティネに参戦。ジャレットと組んで、AJ スタイルズシックスパックと対戦して勝利した。 11月5日、海世界ヘビー級王座を保持するジャレットに挑戦するも、反則負けを喫する。12日、ルガーと組んで、ジャレット &AJ スタイルズと対戦するが敗戦。17日には、ジャレットと再戦し、勝利した。2004年4月21日、ハワイ州ホノルルを拠点とする、HCW、ハワイ、アイチャンピオンシップレスリングに参戦。当時、 全日本プロレスが提携していたこともあり、グレート、ムッタと組んで、ダイヤモンドダラスページ小島サトシと対戦して勝利した。2005年1月22日、NV 加盟団体である n m i d ティランティック、NVMID ティランティックチャンピオンシップレスリングが、韓国で行った旗揚げ戦に参戦。ビリーガンと対戦して勝利した。同年には、ケンシャムロックや、ミックフォーリーらと、 プエルトリコに新団体の設立を計画し、8月の開催とカードも決定していたが、前売りチケットの売れ行きの不審から中止になった。2005年12月11日、ティネと契約を交わし入団。2006年1月1日、インパクトにて、リングの中央に置かれた椅子に、スティングのトレードマークである、トレンチコート、ブーツ、そしてバットが乗せられ、 登場することが発表された。1月15日、ファイナルレゾリューション2006にて、クリスチャン・ケージと組んで、ジャレットモンティ・ブラウンと対戦し、ティネ入団後初勝利を飾った。6月にはジャレット率いるプラネット・ジャレットと構造を展開した際には、ルガーやバグウェルといった、WCW 時代の仲間たちを登場させて、ジャレットを挑発。10月22日のは、 ティネの年間最大の PPV である、バウンドフォーグローリー2 0 0で、カート・アングルを、スペシャルレフェリーに迎えてジャレットトンウィ世界ヘビー級王座戦を行い勝利し、ベルトをダッシュした。二千七年4月、アングルと共闘して活動するようになり八月二十七日の、ノーサレンダー二千七では、ティネ世界タック王座を獲得するが、十月十四日の、バウンドフォーグローリー2 0 0にてティネ、 世界ヘビー級王座を保持ていたアングルに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。しかし、16日のインパクトにてアングルに奪い返されてしまい、わずか2日間の在位に終わった。11月11日、ジェネシス2007にて、勝者がティネ世界タック王座を獲得できるタックマッチにて、ブッカーティーと組んで、アングルナッシュと対戦。 ベルトをダッシュするに至らなかったが、後にこのメンバーで大規模なユニットを結成する布石を作る。2008年5月11日、デュースワイルドトーナメントにて1回戦で、チーム 3D、ブラザーレイブラザーディーボンと対戦するも、負傷してしまい長期欠場となってしまう。10月12日、バウンド4グローリオンにて電撃復帰し、 ティネ世界ヘビー級王座を保持するサモア城と対戦して勝利しベルトをダッシュした。23日、インパクトにてメインイベントマフィアを結成。アングルが中心となってナッシュ、ブッカー・ティー、スコット・スタイナーといったレジェンドレスラーが集結。試合ではナッシュと組んで AJ スタイルズサモア城から勝利してリングを占拠した。12月7日、 ファイナルレゾリューション2008にてブッカーティーナッシュスコット・スタイナーと組んでフロントラインブラザー・レイブラザー・ディー・ボンエジェスタイルズサモア・城と8ウェイマッチによるティネ世界ヘビー級王座戦を行うが勝利して防衛した2009年自身が保持するティネ世界ヘビー級王座を狙ってくるデスラーたちの挑戦を退りけていくが3月に WCW 時代に構想を展開したミック・フォーリーがティネと契約して入団してきたことにより状況一変。4月19日に行われたラ楽ン2009にて刑事マッチを行いベルトを奪われてしまった。5月24日、サクリファイス2009にてフォーリー、ジャレット、アングルとティネ世界ヘビー級、王座4ウェイマッチを行う。フォーリーはベルト、アングルは メインイベントマフィアのリーダーのザ、スティングは引退、ジャレットはティネでのプロデュースをかけて対戦し、スティングがアングルに勝利。スティングがメインイベントマフィアを略奪した。10月18日、バウンドフォーグローリー2009にてティネ、世界ヘビー級王座を保持する AJ スタイルズに挑戦するも敗戦。負傷したために欠場することになった。2010年3月8日、 インパクトに手復帰するモティネに入団してきたロブ・バンダムと対戦した際にわずか10秒で敗戦。この最低に納得いかないスティングはロブ・バンダムをバットで襲撃す求めに入ったホーガン2歳も容赦なく叩きつけた。ホーガンやフレア、ジェフ・ハーディーといった大物たちが次々と入団してきたことにより存在感が薄くなりがちになってしまったが チーム 41vs チームフレアとの構想やティネバン、NW と言えるザバンドで、ウォーウルフパック時代のフェイスペイントを再現するなど、アピールした。10月10日、バウンドフォーグローリ2010にテディアンジェロディネロナッシュと組んで、ジャレットサモア・ジョート 3vs2 による、ハンディキャップマッチを行い勝利。この試合を最後に、ティネとは、契約を延長せずにナッシュと共に対談した。 2011年2211なるプロモーションを行い、ジ・アンダーテイカーの復帰を予告した WWE に対抗し、2月のインパクトにて3311なるプロモーションでティネに復帰することが発表された。2月24日、インパクトにて復帰し、ティネ世界ヘビー級王座を保持するジェフ・ハーディに勝利して、復帰第一戦目で王座を体感した。4月、 ミスター・アンダーソンと構想を展開。襲撃するだけではなく、金髪で派手なコスチュームを着用していた時代の、スティングの格好をして挑発された。6月12日、スラミバ39にてアンダーソンとティネ、世界ヘビー級王座戦を行いエリック・ビショフの介入に邪魔されて敗戦。王座から陥落することになるが、14日のインパクトレスリングにて砲眼を襲撃。 性格が表変し、アメリカンコミックであるダークナイトに登場する悪役、ジョーカーをモチーフとしたピエロのようなフェイスペイントを施すう,う,うになった。7月11日、インパクトレスリングにてアンダーソンにリベンジし、ティネ世界ヘビー級王座を奪取した。10月9日、メキシコのメジャー団体であるトリプル a に初参戦。PPV であるヒーローズ・イーモーターレス V にて、 エルメシアスと対戦するが、ノーコンテストに終わった。10月16日、バウンドフォーグローリー2011でホーガンと対戦。フレアーの介入などで苦戦するも、狂気を奪って、ホーガンを流血させ、構成を逆転。スコーピオンデスロックで勝利した。試合後はホーガン率いるイモータルから襲撃されるが、ホーガンが制止させ、和解した。2012年、GM に就任し、 ティネを統括する役職を与えられるが6月よりティネを略奪に来たヒールユニットであるエイシズエイツの襲撃に相談体内は騒然となった。6月10日、スラミバー 3X にてティネ殿堂を受賞。試合ではティネ世界ヘビー級王座を保持するボビールードに挑戦するもダッシュするに至らなかった。2013年6月13日、依然として暴れ回っていた。 エイシズエイツへの対抗手段として、アングル、サモア・ジョー、マグナス、総合格闘家であるランページ・ジャクソンとニューメイン,インと、マフィアを結成。9月26日、エイシズエイツとの直接対決で勝利後、ユニットは解散。ティネ世界ヘビー級王者となったマグナスは、チームディクシーにメンバーりし、あらゆる手で防衛。2014年1月23日、 ジェネスにてマグナスに挑戦するもチームディクシーのレスラーたちに棒を受けて敗戦した。この試合を最後にティネから退団することになった。2014年4月14日、WWE と契約を交わし入団。最初の登場は、直前に死去した名優アルティメット・ウォリアーの追悼インタビューであった。以後、各種イベント、サイン会に登場。11月23日。 PPV であるサバイバーシリーズ2014のメインイベントであるチームオーソリティ v s チームシナによるサバイバーシリーズエリミネーションマッチにてドルフ・ジグラーがトリプル H に襲撃されて万事休すかと思われた瞬間に会場は暗転しスクリーンにスティングが映し出されると入場大歓声を受ける中リングインしてトリプル H と睨み合いし しびれを切らしたトリプル H が先に攻撃を仕掛けるも、切り返して、スコーピオンデスドロップを見舞った。トリプル H を KO すると、ジグラーをダウンしていたセスロリンズの上へと寝かせて、カウント3を取り、チームシナの勝利に貢献した。2015年1月22日、RAW にて、ジョンシナ VS オーソリティ、セスロリンズケイン&、 ビッグショーによる1対3でのハンディキャップマッチにおいて圧倒的な劣勢の状態に追い込まれシナに対して試合終盤に突如スクリーンに登場バックステージより出てくるとリングに向かって指を指し気を取られていたローリンズをシナが丸め込み勝利に貢献した2月22日 PPV であるハストレインにてリング上でトリプル H がマイクアピールを展開 WCW の伝説であることに対し今更、WWE のリングに立つのか問われるが先に、しびれを切らして襲撃してきたトリプルを撃退。さらにハンマーを取り出して仕返ししようとしてきたトリプル H を持参してきたクロバットを突きつけ放棄させ、スコーピオンデスドロップを見舞った。3月29日、レッセルメイニア31にてトリプル H と遺恨戦を行う。 中盤まで一進一退の攻防が繰り広げられ、d ジェネレーション X、ロードドッグビリーガン &X パックの介入、ウンボー、ホーガンナッシュホールの火星などにより試合は大乱闘となるが終盤に、トリプル H の援護に駆けつけたショーン・マイケルズにより、スイート・チン・ミュージックを食らったことが、命傷となり力尽きトリプル H に敗戦。試合後には、 握手を求めてきたトリプル H に応じて返した。9月20日、ナイトオブチャンピオンズ2015にて、ジョンシナと WWEUS 王座戦を行い、敗戦して、満身創痍の状態となったセスロリンズに続けて、保持している、WWE 世界ヘビー級王座戦に挑戦。試合中に足を負傷し、ピンチに陥るが終盤にスコーピオンレスロックを決めて、 逆転勝利を狙うが切り返されると丸め込まれ、敗戦した。2016年1月11日、RAW にて、WWE 殿堂入りすることが発表される。4月2日、WWE ホールオブフェームにて、WCW 時代の名優であるリック・フレアーが、インダクターを務め、呼ばれた際にはトレードマークで、クロバットを持って登場。正式に引退を宣言し、 プロレスラーとしての31年間に終止符を打った。最後に、I just want you to know that this isn't tea goodbye.it's here later と語り、会場を後にした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。